はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日紹介しますのは、2回目の登場となりますかね。爆音というアニメですか。アニメ、コミックス、漫画もあるのかな。漫画が元なんでしょうね。申し訳ない。なんか漫画の本はまだ1回も読んだことがないということでね。アニメの方はね、ちらちらとは見たんですけども、いかんなーって、全然乗れないっていうかね、面白さが全く分かりませんというところで、なんかね、バイク乗ってた身としてはね、やっぱり女の子がこんな格好でバイク乗ってるのを見るだけでも、あーって感じだし、しょっちゅうこの子らこけるんですけどね、こけたらもう、ね、オートバイってもう一こけ何十万みたいな、世界ですので、まあ、本当にね、こけたら泣いちゃいますわって、あんな、ギャグアニメみたいな感じでね、うっしゃーみたいな感じで、なんか吹っ飛んでいっちゃったらもうアウトでしょみたいな感じのシーンがあるもんですから、まあ、そういうところがもうね、全く乗れなかったというね。やっぱりね、こけたら怪我するわ、バイクはボロボロになるわ、壊れちゃうわ、ね、ハンドルは曲がっちゃうわみたいなところでね、タンクはへこんでしまうわみたいな、やっぱりアニメだからね、そんなことがないもんですからね、なんだかなっていうふうになって見てたんですけども。1回2回見て、なんだなぁ、本当に全く乗れませんでしたけどね。まあ、女の子はどうでもいいんですけどね、私は昔この鈴木刀というバイクに乗ってたものですから、刀のね、まあ、400cc に乗っていて、まあ、1100のね、プラモデルだの、フィギュアだのっていうのはね、結構いろんな種類が出てるんですけども、400というのはね、ほとんどないということでね、これしかないっていうか、あとファットカンパニーさんが出している結構ね、お高いやつ、それもやっぱりこの女の子のフィギュアありきでの、まあ、立体化というような感じでね、まあ、そっちの方がね、実際欲しいんですよ。10分の1モデルでね、結構これよりも出来のいい刀の模型がついているということでね、これやっぱりフィギュア用ということでね、もうすっかすかの軽いものですし、後ろにね、この辺にスプリングが見えてるのがね、チラチラって見えるのがね、私なりには本当にちょっとね、ってところなんですよね。物差しじゃないかっていうところでね、まあ、さすが動くのはね、面白いっちゃ面白いんですけども、刀は物差しじゃねえだろうっていうところがね、まあ、なんともなんともなんてことなんですけど、まあ、しょうがないって言うとしょうがないですよね、なんかね、それはもう、さすが動くだけでもいいじゃんって感じなんですけども、まあ、そんなところでね、何が気に入らないかって言っても、このスタンドの形状がですね、全く400cc の模型モデルとは違うもんですからね。それがファットカンパニーさんの方はね、しっかりとこのスタンドの形状まで400刀を再現してるんですよ。まあ、そんなもんですからね、どうしてもそっちの方が欲しいなっていうところで、まあ、いろいろとね、ちょっと見てるんですけども、高い。定価がね、1万7000円ぐらいのものだと思うんですよ、7000円前後ね。定価はね、1万7000円なのに、もうすべてのものがね、転売価格なんですよね、2万2000円だの、3万円だのってね、とんでもない価格がついていて、いやー、世の中の人ね、そんなにね、爆音の不安っていないと思うんですよね。まあ、ましてやね、400刀なんちゅうのは、まあ、はっきり言ってね、当時の鈴木としては結構売れた方のバイクだとは思うんですけども、そんな人気のあるバイクじゃなかった。私乗ってましたけど、なんかね、都内散々乗り回してましたけども、まあ、同じ車に出会うことなんていうのはめったになかったですわ。当時どっちかというと1100の方にね、結構出会うことは多かったし、250にも結構あったんですけども、400cc の刀っていうのはね、めったに合わなかったですね。本当に見かけなかった。もう僕だけって感じ。やっぱりこのね、なんだかんだって言っても気恥ずかしいものがあるのか、当時はね、ゼファーの400とかね、バンデットの400の方が人気があったと思いますね。それとこれをちょっとね、側を変えたっていう、インパルスっていうバイクがあってね、それがまたかっこよかったもんですからね、ネイキッドバイクとしてはね、そちらの方がね、すごい人気があったような気がしますわ。刀はね、やっぱりね、なかなか見なかった。400刀っていうのはね、本当になんか乗ってる人が少なかったと思いますよ。
まあそんなバイクですからね、そんなに人気があるわけじゃないので、人気があるわけじゃないっていうかね、もう刀が好きな人だったらね、普通だったらね1100の模型かなんか買って満足してしまうので、そんなファットカンパニーさんのね400刀がね、そんな、人気が出るわけじゃないんだけど、やっぱり転売屋さんなんでしょうね、フィギュアなのかバイク人気なのかどっちかをあやかって、どっかで抑えちゃってて、まあ2万3000円ぐらい出せばもういつでも手に入るんですよ。それがねムカつくわけですよね。あのコレクターの人がね涙涙でね、放出したものであればね、それぐらいの価格でもねしょうがない、もう譲り受けるみたいな感じでね購入するのかもしれないんですけども、まあ転売屋さんがね本当にあの抑えちゃってて価格釣り上げてるだけのもんですから、まあ、そんなものにはねちょっと2万3000円出せないよなってところでね、出せても1万、やっぱり定価が1万7000円ですからね、それでもう中古ですからね1万5、6000円がいいとこだろうっていう、まあ高くてね、まあ本当に1万円前後だったらねこのフィギュアスのがね結構今いい値段で売ってるもんですから、なんとも言えないんですよね。これがちょっとね、どこ行ってもね物がないのか1万円ぐらいで売れてるっていう、まああのフィギュアがついてるからなんでしょうけどね、まあ私のはね、違う女の子乗せてるってもなんか今落っことしちゃったんで、まあ一回乗せます、ね。ファットカンパニーさんのねフィギュア付きの刀がこんなような感じだったもんですからね、同じような感じで撮ってみましたっていうかね、もともとはこれね、ライディングスーツを着た女の子が乗っていて、この、セーラー服はね別なフィギュア付きから持ってきてるんですよ。まあね刀に乗れるのかと思ったらね、今手袋付きですけどね、この手を変えないと刀にはちょっと乗れないですね。あとね刀もねちょっとあのこのフィギュアスのバイクですね、結構、やっぱり劣化してくるのかな、僕のやつはねハンドル折っちゃいました、ここのところポキッと。で今真鍮線でくっつけてるだけですので、ハンドルがねこのくねくね動いたりしますわこれもうこれはしょうがないね、やっぱりねハンドルものオートバイものはね、もうやっぱりなんかねバンダイさんもこの辺はメタル製かなんかで作ってくれないと、やっぱりね手を差し込んだりなんかしてると結構タイトな手首だったもんですからね、やっぱりポキッといってしまうなってところでね、やっぱり結構ね、慎重に扱ってはいるんですけども、なかなか難しいところがありますわ。まあそんなところでね、女の子のフィギュアね、まあ鈴の木凛ちゃんはこんなルーズソックスなんて履いてるような女の子じゃないんですけどね、もう一人の、セーラー服の方がこういう格好してるんでしょうがないって本当に。でもまあ僕なりにはね、これはこれでね、まあ今こんな靴下履いてる女の子は靴下じゃないけどね、靴下履いてる女の子はいませんけどね、まあ嫌いじゃないからこっちの方がお気に入りかなって感じもしないでもないですわ。はい、そんなところでね、今日はねこんなものを、出してきましたけども、ファットカンパニーさんのやつもね、伊豆はね鈴木刀がねすごく、女の子はどうでもいいんですよ、鈴木刀っていう400刀はね昔乗っていてすっごい好きなバイクだったもんですから、そのフィギュアがね欲しいんですよ、本当に欲しい、本当に欲しいっていう、女の子のフィギュアはいらないね、空冷に見えるけどもラジエーターがついているということで、水冷バイクというのがね400刀の証ということで、まあ今はね本当に1100刀なんかも乗ってる人が全然見なくなりましたね。昔は結構乗ってる人多かったんですけども、やっぱりもう、古いバイクなだけにもうね、たまに400バイクにの400のね刀に乗ってる人はたまに見るんですけども、ガンメタだったり、赤銀だったり、赤銀はね出てないと思うんですけど250で出てたもんですからね、じゃやっぱり側変えてるんでしょうね、まあそういうのはねよく見るんですけどもね、シルバーのこういったやつは見ないなーっていうね、やっぱりノーマルのシルバーが一番美しいと思うんですけどね、私もね本当にあのまあお金と暇があればもう一度乗ってみたいバイクですわこれはね。なかなかねオートバイ維持するっていうのもね、本当に使うんだったらいいんですけども、使い道がないもんだからもうどうしようもないよねっていうところね、通勤に使うって言ったってね、使い勝手悪いだけですしなっていう、まあ今となってはね、まあ懐かしい思い出の一品ですわっていうところで、
日はね、数値刀の、まあ、本当に転売屋さんムカつくなっていうだけの話でした。はい、それではまた失礼します。推進です。前回の動画でね、刀には残念ながら乗れませんなんてね、セーラー服を着せたバージョンじゃ乗れませんなんて言ってましたけども、手首をですね、ジンちゃんのフィギュアについてはね、この、 あのグローブ付きのものに取り替えればハンドルも握れますし、なんとかね、こうやってちょっとお尻は浮いちゃいますけどね、なんとかね、ランディングスク状態にちゃんとね刀に乗ってるようなポーズを決めることができますと、まあ、あとはね、さくらさんね、刀使っちゃってますけども、こうやってあの、鈴の木さんのね、鈴の木さんのあのボディを使うことによって、ちゃんとねこうやってあの普通にね、ホンダのバイクに乗ってながら鈴木って書いてるのがなんですけども、こういったあのちゃんとしてますんでね、皆さんご安心ください。なんか刀だけ使ってね、首ちょんぱでなんかそこら辺に放置されてるんじゃないかって、なんかそんなことをね心配されても、大丈夫ですよ。ちゃんと利用してますんで、フィギュアの形の方はね、まあちょっと手袋してないのがなんですけども、まあそれにヘルメットもかぶってないっちゃう、まあこれはね、まあヘルメットかぶっちゃうとね可愛い顔が見えないですからね、しょうがないやってところで、やっぱりセーラー服姿のバイクってね、実際は嫌ですよ。実際こんなことして女の子が乗ったらとんでもないことですけどね、まあ架空の話だからここは許してあげましょうというところで、はい、まあなんとなくね、乗せることはできますわってところでね、こうなるとね、当時のね私の、スーツっぽいやつを着たようなフィギュアが欲しくなりますよねもう自分以外誰が欲しいんだっていう、そんなものっていう感じですけども、なんかねそれっぽい素体があったら買ってきて改造しようかな。が自分の顔はなんともなんともだけど、なんか違うフィギュアから持ってきてね、まあ、バカなこと考えてるねまたね、ということでね、セーラー服姿の女の子を刀に乗せたいという夢はね、これで一応叶ったもんですからね、ファットカンパニーさんは別にまあいらんちゃいらんですけども、この刀のスタンドだけかな。もうこれはね、250はこんな形でしたけどね、400はこれじゃないだろうっていうところがね、このフィギュア、この刀自体のね唯一のもうバンダイさん勘弁してよっていうところですね。はい、あとねホンダの CB フォアは400フォアってやつですか、これあの黄色が欲しかったな僕ね。ピンクなんか見たことがないからね、やっぱりちゃんとしたね、こんなピンクじゃなくて黄色いのが良かったな。はい、そんな感じです。はい、追伸でした。失礼します。